カンピロバクター症とは、カンピロバクター属菌の感染を原因とする人及び、家畜の感染症。消化器系腸炎が主な症状で、平成27年度の統計では、ノロウイルスの次に報告患者数が多かった。カンピロバクター属菌は、グラム陰性、螺旋状肝菌、水源となる河川などの汚染により、発展途上国では、ありふれた病気。 カンピロバクター症とも呼ばれる。カンピロバクター症は、人の最も一般的な細菌性胃腸炎の一つで、ある。米国では、毎年推定200万件のカンピロバクター腸炎が、発生しており、胃腸炎の症例の5から7%を占めていた。2000年の英国では、カンピロバクターは検査室で検証された食中毒の、全症例の77.3%を占めていた。 人では1982年に食中毒菌として指定されたキャンピロバクタージェジュニとキャンピロバクターコライの感染によるものが大部分を占め汚染された食品や水、補菌動物との接触により感染が成立する。C ジェジュニと C コライはこれら毒素に類似したエンテロトキシンを生産しエンテロトキシンにより食中毒症状を発症する。具体的には保菌動物や 蝶類などの糞により汚染源となった食品の摂取。肉の生殖や加熱不十分、飲料水、サラダ、ミサキンの牛乳など、犬、猫などのペットも保菌していることがある。2006年 EU、f s サの報告によれば、鶏肉の80%が汚染されている。汚染されても、臭いや味に変化はない。また、潜伏期間が2から5日と比較的長いことから、 原因となった食品が残されていないことが多く、原因が特定されない場合も多い。食中毒事例からの検出は、C. ジェジュニと C. コライが90%程度とされているが、現在の検出方法は、C. ジェジュニと C. コライ以外の検出に適していないことが原因である。牛での原因菌は、キャンピロバクターフィータスであり、主に交尾感染により連播する。 京都市保健福祉局の調査によれば、牛の胆汁から、キャンピロバクタージェジュニが150検体中42、検体から検出。全国調査では、胆汁から35%、肝臓から12%の検出が報告されており、屠殺の際に胆のを破らない牛レバー生殖による感染の危険性が示されていた。成人の死亡例は稀であるが、2歳以下では珍しくない。 人では糞便、牛では、竜山バラこの胃、盲腸内容物を材料として、本菌の分離を行う。分離には、スキローバイチやクダバイチなどの選択バイチを使用する、ポリメラーゼ連鎖反応による検出、同定も可能である。糞便中には、非病原性のものも含め細菌が無数にいるが、症状から細菌性腸炎を疑った場合、便中に白血球がいること。 カモメが翼を広げたような形状のグラム、陰性肝菌の2点が確認できれば、臨床的にはほぼカンピロバクター感染症と診断してよい。患者の多くは自然治癒し重篤な症状に至ることは少なく、特別な治療を必要としない。一方、排血症や重篤な症状を呈した場合、対症療法と合わせて、抗生物質による薬物療法が必要となる。 薬剤としては、マクロライド系が第一選択薬剤として推奨されている。しかし、自然体制を示すセフェム系薬剤では治療効果は望めない。また、乳機の論系に対する薬剤耐性菌が1994年頃から増加し、世界的な問題となっている。摂取60度、一部程度の加熱でほぼ不活性化されることから、 十分な加熱調理と肉類に触れた器具や種子の洗浄、生殖する野菜と肉類の接触防止といった二次汚染の防止処置を行えば簡単に防ぐことができるが、飲食店や学校の調理実習等での食中毒事例が多く発生している。冷凍や湯引きなどの方法では不活性化できない。厚生労働省は食調処理業者に対し2006年3月に 一般的な食調処理場における衛生管理総括表を作成し、指導を行った。なお、日本では2012年以降飲食店での生肉や牛レバーの食用提供が法規制され、生肉食が原因となる感染の機会は減少している。ありがとうございます。